しょうか。それでから ANA 本田テラス企画を始めたいと思います。今年福岡ヤフオクドームは野球をもっともっと楽しくする新しい空間に生まれ変わるということで、 ANA ホームテラス、サンキューホームテラス、ホームランテラスが完成しました。ここではですね、フィールド狭しと走り回る外野手の迫力を間近に感じることができる、エキサイティングな迫力満点の野球観戦を楽しみいただけます。 ANA ホームランテラスはカウンター形式のテーブルになっており166席、サンキューホームランテラスはテーブル席とデッキチェアになり、合計で120席が準備されております。では観戦を記念しまして、 ANA のキャビンアテンダントさんから成田選手に激励の言葉とプレゼントをお願いします。どうぞ。はい、頑張ります。ANA のホームランテラス席にたくさんのホームランを打ってください。わかりました、はい、よろしくお願いします。おじゃあ、まあ、正面、パリの正面で、ね、はい、では柳田選手を受け取っていただきます。ANA のホームランテラスにいっぱい打てるように頑張ります。以上です。はい、ではそれではですね、実際に席に座っての撮影をしてやりたいと思います。ご準備の方お願いします。じゃあ、ありがとうございます。わあ、来た。あ、来てない。うわ、来た、マジで来た、マジで来た。入るよ。うえーホームランテラスですよ、今の。じゃあ一旦まずスチルの方から撮りましょうか。はい、すいません。スチルの方から撮りましょう。ガンさんね。これすげえ。なりますね、多分。今のも去年やったらアウトですよね。この席高いんですか？チケット2000、高っ。高っ。高っ。この後柳田選手に話を聞いたこと見事します。じゃあ正面からどうぞ。ちょっとインタビュー、はい、ちょっと前、はい、前前前インタビュー前前前前井上さん、ちょっと待ってください、ね。マイクは、あれ？木村マイク。ちょっと待ってください。はい。はい、すいません、お待たせしました。勝田さんいいですか？じゃあテレビを代表して FBS の長谷川インタビューします。よろしくお願いします。はい、お願いします。どうですか、実際ホームランテラスに座ってみて。いや、いい席やなと思います。結構こう打球にも迫力があると思うんですけれども、はい、あ、はあ、はい、何でしたっけ。どうですか、打球にもこう迫力があると思うんですけど。そうですね、ちょっとフライ上がったらみんなファンの方も期待していただけるかなと思うんで、フライ打てるように練習します。やばい、来た、マジ来た、マジ来た、これ。柳田選手にもホームランの期待高まりますが、はい、打てるように練習します。今回はそのシーズン通してのホームランの数も増えるんじゃないですか、はいはい、どうですかね、まあ、試合に出続ければ増えると思うんで、まずは怪我なく1年間頑張りたいなと思います。最後にここに座るファンの方にどんなプレーを見せたいですか。そうですね、ワクワクしてもらえるようなプレーをしたいと思いますので、ぜひこのホームランテラスで見てください。代表は以上です。達也さん、ありますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。終わりましょう。
力しかない。はい。はい。開けてください。いいですか？ちょっと道を開けて。道が開いてます。